脱出ゲーム助けてにゃってことで今日はね、3ですね。はい、前回は1と2やったんで、まあ、もしね、まだ見てないんですが、そっから見た方がまだ一応ね、話は繋がっててわかると思います。ということでやっていきましょう。ザーザーン。なんだか、雲行きが怪しくなってきたにゃ。海も荒れてきたにゃ。これは、嵐にゃ。助けてにゃあ、前回のネズミちゃんもいるね、一緒に。にゃー。ここは？あら、いつの間にか、陸にいるにゃ。なんとか、島に到着できたにゃ。よかったにゃ。森の方に道があるにゃ。行ってみるにゃ。喉がちょっとボロボロだけどよろしくな。分かれ道にゃ。よかったにゃ。みーにゃと、にゃとく、白金くなら隣にゃ。ネズミ君はそっちに行くにゃ。私の家はこっちみたいだからここで別れかにゃなんかネズミくんなんかちょっと焦ってくる。なんかあんのかこれ。こっちだよってなんか示してるけどネズミくんありがとうにゃ下にこっちって書いてあるわ。あー、これでまた迷子になるって感じか。もうなんか森の感じも違うしな。助けてにゃで始まったね。でここで広告が一個入ると、お、始まった。なんかいきなりクマいるじゃん。でな、これスコップティーダーでネジがあるってことはドライバーが必要ってことね。なかなかここにいてネジで打つ人おらんと思うよ。何が埋まってんだろうね。なんだこれ。家、まあ閉まっているようだな。これん、呼び、あー、インターホンがないってことね。でこれは、あー、なんか、あー、色であれ開くって感じか。でこれは、あ、これスコップじゃない。あ、なんかでいいな。でこれは、あー、これなんだ、家主は今留守だけど、呼び鈴を鳴らせば帰ってくるにゃ。ん、貞子かこれは。貞子猫みてえな。じゃあこの鈴をここにつけりゃいいってこと。来た。で帰ってくるんか。あー、いた。魔女か。おやおや、迷い猫かい。この森を出たけりゃ赤、青、黄色、三つの聖なる秘宝を探してこの壺に入れるのにゃ。なんか後ろに囚われてんな、猫が。お願いを聞いてもらえるなら手を貸しやるにゃ。おー、助けてにゃ。お、囚われてんな、毎度おなじみ。なんかこれ。あ、なんか種を育てたかったらなんか瓶に入ってる何かをあげろと。ん、なんかこれ。ずいぶんと汚れ、なんかこれ怪しいね。あそこ汚れ落とすとかそういうのじゃねえの。うん、これは何かにゃ。なんか下見てあんな。でこれは、あー、パズル。あー、これもなんかどっかに見つけてこなきゃいけねえのか。うん、じゃあね、まあここは多分今は解けないから、じゃあ一旦他のところ見ている、見てみるか。なんかこれ倒れてる倒れちゃってるな。あー、そういうことね。あー、魚がたくさんいる。そうか、水苦手なんだよな、猫は。だからこれ渡れないと。クマ注意。もう出くわしてんだよな。あ、こっち側も行ける。うーん、タッチして大きな湖がある。ん？なんだ？怪しいな。わかった。青、赤、黄色。だから、青、待って、あー、間違えて書いちゃった。赤、黄色。これで開くんじゃない？あ、逆か？青、あ、もうなんか、通り過ぎちゃった。赤、で、黄色。これで開くんじゃない？来たー結構簡単。釣り竿。で、鍵がかかってる。じゃあ、この釣り竿で、あそこで釣りするんじゃない？ここで。やってみよう。うん、魚。鮭が釣れたんだけど。あ、なんだ？何か欲しがっているようだ。おー。あ、これを、クマにあげるとどうなる？喜んで帰ってった。オッケー。で、奥も行けるようになると。はいはい、なんかすげえ民族みてえな。命の水と金の花と、で、作られた聖水があれば、娘を助けられるにゃ。なんかこれ、本当言っておりますか？はい。泥棒にゃーあー、ごめんなさい。
じゃああれは取っちゃいけないと。で、ああ毒に侵されてんな、病で、あ、病か。うん。で、あ、なんかこれ、左左右左、左左右左、ああこれなんかありそうだな、大変にゃ。左左右左、なんかあったっけ。うん、これさ、ここにあったさ、これじゃね、左左右左、でも両方はないんだよな、まあ、一応やってみるか。え、左左右左、開く、開いた、よっけ。意外と簡単だな。あ、なんか、あー勝手に食べて大丈夫かアプリ、名前書いてあるんじゃねえのそれ、魔女って。あー、あー命の水ゲット。あ、なんだめっちゃ驚いてたけど。んー、じゃあこれ給料渡してみる、こいつに。あ、渡れるようになった。巣から落ちてしまってる。あー、じゃあこれをあの、親鳥のところに持っていけばいいってこと。どうすんの、これ怪しいな、これスコップじゃない、これなんも起きない。あー、これあれか、なんか種植えるってここのことなんかな、書いてあったやつ。はは、うん、あ、なんかいる。わしは邪気を払うことができるにゃ、困ったことがあれば、相談してほしいにゃ。あー、なんこれ、え、わかんねえな、ちょ、これはまた後回しだな。うん、じゃあね、この水を手に入れたから、この水どっかへ、でもあれか、もう一個花が必要な、金の花必要なんだっけ。でも一応渡してみるか。ここは何もないもんな。オッケー。じゃあ渡してみるか。あのね、ちょっとね、あの喉がちょっと壊してるんで、あのたまにあの声が出なくなる時もあるかもしれません。あ、これ違うの？ああ、聖水を持ってこなきゃいけないのか。だから金の花と合わせりゃいいのか。はいはい。でこれ盗んだら怒られる。ドライバーとかいろいろないな。どうすんだこれ。一旦探索モード。の、なんかネッシーが出てきた。で、あー、なんか虫歯がいるな。虫歯、虫歯菌が現れた。虫歯菌と戦ってみた。やべ、ボコボコされちゃった。弱ぁ僕。あ、ここに鍵があんのか。うわー、見損なってやや。完全にスルーしてたわ。じゃあこれでここの鍵を開けるんじゃない。開いた。で、あ、栄養剤、これと種で育てる感じか。でも種がねえんだよな。うん。まあ使えないもんな。これだけじゃダメなのか。じゃあまたさらに探索するか。わかんねえな。黄色、あ、これさ、花の数なんじゃねえか。青、花、赤。あー、これ数っぽいな。じゃあ数えていくか。赤いチキ1、赤いチキ1で、ここにない赤いチキ1、赤にキーさん、赤にキーさん、赤にキーさん、青1、赤にキーさん、青1、赤にキーさん、青1、赤さん、赤さん、キー4、青1、赤、4521じゃん。赤が4、黄色が5、青が2、紫1だよね。うん、多分合ってる。ちょ、あの喉がちょっと限界を迎え始めとる。違う、青が2で、紫1で、黄色が5、これでいくんじゃない。あ、いたー。で、金の花ゲットしたから、これであそこに届けりゃいけるんじゃないか、これ。もう喉が死んじゃう。あの民族インディアンのところ行って、あ、そうか、これ合体しなきゃいけないとか。だから水にこれを合わせると聖水をゲットして、聖水をこいつに渡すんじゃなくて、あ、中のやつや、あれ直接か、直接だな。オッケー。で、あー、治った。ありがとうにゃ、ありがとうにゃ。俺に、我が村の標本を与えるにゃ。もうそんないいのか、簡単にくれて。
オッケー、やっと一個ゲット。あとは青と黄色のな、あれをゲットしなきゃだな。よし、じゃあここにはもう用なしかな。うん、よし、じゃあこれで赤を入れるのか。だからあとは青と黄色のこの玉をゲットすればいいのね。オッケー、赤を入れた。あと2つ、あと2つもあんのか。ちょっとわかんねえな。まあ一旦また進捗があるまでカット。なんかこれおかしくね。あー、ドライバーだった。ドライバーがこんなところにあった。あー、そういうことね。じゃあこのドライバーでここあれすると、種をゲットでこの種ちゃんを植えれば、ここだね、ここに種ちゃん植えて、でこの栄養剤を入れると、これで、おー、でかくなると。でこれでひだを届けて、あ、黄色をゲットと。あー、はい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 、そういうことね。じゃああとは青だけだ。あと一つどこだ。まだ解いてないとまあまああるんだよな。これじゃね。このさ、ハスの日、上上ふえ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 、このハスのこの切り口の部分さ、洗面台のあそこに似てるから多分これだよ。だから、フェーフェーフォー、フェーフェー、フェーフェーフォー、ヘー、ヘーヘーフォーヘー、ヘーヘーフォーヘー、ヘーヘーフォーヘー、これだよね。なんだっけ、ヘー、ヘー、え？ヘー、これ右下だっけ？右じゃない、左下か。で、これが右、左上？左下？ちょ、まあ、もうわかんねえや。ちょ、もう一回見ていい？もう一回。もう一回だけ、もう一回だけ。ちょっと、今のは、どうしよう。わかった。左上、右上、右じゃない、逆か。右上、左上、下、横、オッケー。ね？あー、これで、モンキュミン、モンキュミンをゲットしたから、このね、虫歯ちゃんをこれ倒すんじゃねえの？虫歯が現れた。で、これで倒す。あー、黒、黒。青じゃないの、黒。どうすんのこれで。まあ、虫歯あるけど、まあ、なんとかなったと。どうすんのこれ。黒入る？青だもんな。まさか？ここに来てさ、川で洗うとか。違うか。こいつか？あー、来た！あ、そうか、邪気をお払いするって言っとったもんな。じゃあ、青の鍵をゲット、青の鍵じゃねえ、青の玉をゲットしたから、これを入れることで、これ、クリアなんじゃねえの？青い玉入れた。おー、これで長年私が追い求めていた秘伝のタレが完成したにゃ。ありがとうにゃー。俺に、銀鉄のゆりかごを持ってそう。あと、そこのでかい猫も連れて行くといい。かたじけない。あ、これもくれよ、この猫ちゃんも。で、あー、タクシー。タクシーが来たけど、これ乗って脱出で、まさかタクシーかにゃ。これでやっと帰れるにゃ。港区の初娘までお願いしますにゃ。あ、隣か。運転手さん、ここで迷わなかったんですかにゃ。あー、喉がやりそう。ちょ、喉、僕の喉がギリギリ持ちそうで持たねえや。いえいえ、この辺りはたまに呼ばれて乗りますから。そうなんですか。もう読む体力もなくなっちゃった。お客さん、何を言ってるんですかね。ここはただの森ですよ。誰も住んでいませんよ。あははは、は、誰も住んでない。魔女とか民族いたよな。だって魔女の猫さんにタクシーを呼んでもらったにゃ。お客さん寝ぼけてるんじゃないですか。あははは、そんなはずないな。まさかのホラー展開かよ最後。でもたまにこうやって呼ばれても誰もいない時があるんですよね。お客さんは無事に出てこれたんですね。
急なホラー展開だ。あ、いいね、いい最後だったわ。カン、これ多分ね、終わったんじゃない、続くじゃなかったから。オッケーってことで、助けてにゃー3でした。はい、じゃあ皆さんも迷子にならないようにね、気をつけましょうってことになっちゃいました。また次回の動画でお会いしましょう。あ、よかったね、いいね、チャンネル登録のね、忘れずにお願いしますってことになっちゃいました。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。